ピッコロさん、ちょっと相談は構わんが、なぜお前うまく言葉にできませんが、孫の死に責任を感じているのか。それもあります。でもこれからは僕が、だからもう少しだけスーパーサイヤ人の姿で。なるほどな。どうやら俺が気を揉む必要。倒したと思われていたフリーザが再度現れた例もある。もしセルが蘇ったり新たな人造人間が現れでも、だからお前が気を抜いているようならその必要はなかったようだ。そうだったんですか。気にかけてくれて嬉しい。それより具体的な使用方法は考えてあるのか。それがまだいい方法が浮かばなくて。まあ無理もあるまい。精神と時の部屋で大抵の修行はやり尽くしただろうしな。何かいい方法はないでしょうか。お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。だが心の強さは別だ。心の強さですか。孫もああ見えて戦いの時は冷静だった。確かにそうかもしれません。僕が冷静だった。でもどうしたらいいんでしょう。そうだな、これはベジータと修行してみてはどうだ。他人だけでなく地もしかすると奴との修行から。わかりました。ベジータさんに手合わせを頼んでみます。よし、ベジータさんのところへ行こう。何の用だ。手合わせをお願いできませんか。お父さんを死なせてしまったのは僕のせいだから、お父さんの代わりに僕が。ふざけるな。カカロットが死んだのが貴様のせいだと。うぬぼれるのもいい加減にしやがれ。腐ったれが。もう戦わんつもりだったが、来い、貴様をぶちのめしてやる。カカロットの代わりになれるのか確かめてやる。この程度でビビるんだろうぞ。どうした？ヤツのパワーはそんなもんじゃなかったぞ。本気を出しやがれ。セルの野郎をぶっ飛ばした時みたいにな。少しは奴を思い出させる。ベジータさん。なんでもない。もうやめだ。
セルを倒した時の力はこんなもんじゃなく、そんなことは。貴様みたいな甘ったれがカカロットの代わりになる。クソったれ。うん、ベジータお父さんの代わりだなんて、もっと自分もしばらくスーパーサイヤ人のまま。こんにちは。ありがとうございます。すごいパワーの塊だ。どうじゃ。え？のう。はい。よかろう。え？そうじゃ。
珍しい魚が取れた。勉強してくれるだか。わかったよ。うちではいつか学校に行くことになったら不良だと思われちゃう。そうか。僕孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかし、その平和にも人間とはそういうも。セルとの戦いからおよそ7年が、この静かな町の名は、事実はそうではないのだが、町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳に、住んでいる田舎には近くに学校を、それだけではと、母であるサタンシティでは武装した。そんな時、正義感の強い悟飯は圧倒的なパワーと技で、そして強盗を退治した悟飯は、人々はこの謎の正義の味方を金、また金色の戦士。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方。時間取られちゃった。ああ、もう学校に遅れちゃうよ。急がなきゃ。こんなにちょくちょく悪者が出てくるなんて、しょうがないな、この町は。まったく、僕だってバレないようにスーパーサイヤ人になってるけど。はーい、編入してきたご飯くん、あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ、ビーデルのパパはなんとあのミスター。え、ミスターサタン？ほら、驚いた。そうだ、あなた今日銀行強盗騒ぎ見てな。金色の戦士が強盗の、そうなんだ。ああ、ビーデルの趣味はほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だ。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた金色の戦士と背格好がそっくりね。え？正体がバレないような工夫。相手を見て言え。そいつが強盗を倒せそう。この後ベースボールの授業だろ。そいつが強盗をのしちまうようなやつか。最も俺の球を打てやし。
適当にうまく手を抜かなきゃ母さんやブルマさんたちも難しいな。ふん、俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。おい、お前、俺ま、まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。こんにちは、ブルマさん。あら、ごはんくん、相談って何？何かいい方法ありませんか？あるわよ。私天才だもん。本当ですか？いいわよ。少し時間がかかるから待ってて。すいません。どうもありがとうございます。トランクス君はどこですか？多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃない？トランクスをご飯君より強くしたいらしいわ。へー、怖いですね、それは。重力室か。どこだったかな。ごはんさん、いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ。うん、パパに一撃食らわせられたら。あのベジ、うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だ。はい、そういえばトランク。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めても貴様もうかうかしていたらすぐに。あ、ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ、ちょうどいいところに来たわね。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕やっぱりいらない。じゃあ学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだ。後期に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は悟天。悟空があのセルとの戦いのサイヤマンの姿だったら飛んでるとこ、ついでにパトロールをしていこう。
ことなさそうだな。寄り道してたら学校に遅れちゃうな。こっちに行っても仕方ないか。やっぱり飛んでいくと楽だな。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗か？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ。まだやるんでしょ。くそー。ちなんだてめえは。私はん？悪は絶対許せない。正義の味方。ん？は？ん？グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる。やっぱりこんなみっともないやつに捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう。蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せる者か。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだねあんた。で、正体は秘密の。ええ、まあそうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの。そうなんですよ。だから早く行かないと。やっぱり。え、やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。しまった。なんでわかったのですか。声よ。それと喋り方。私の名前も知ってたし。そんな。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから。あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。え、天下一武道会知らないの。格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は
多分あんたのパパだと思うの。どう？いろいろ鋭いなこの子。やっぱりね。でどうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよみんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え、そんなのいいじゃないの。グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました。出場しますよ。やった決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほらそろそろ学校に着くわよ。ねえ今度空の飛び方。それじゃ私は先に教室に行くわね。しかしこんなにあっさり変装。それに学校が終わったら。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがない。ブルマさんのところ行ってみるか。はっよっ。よし、そろそろだな。あれ？あの人は確かランツ。なんであんなところに。どうしたんですか？あ、僕ですよ、ご飯です。え、ご飯さん、どうしてまたそんな格好を。いろいろありまして、とりあえず正義の味方だ。まあ、正義の味方さんですか。ところで、ランツさんはここで何。そうでした、今困っていることがあって。ちょうど出かけているみたいで。そうなんですね。それは助かります。ええ、構いませんよ。さあ、この正義の。まあ、頼もしい。ちょうど正義の味方さん。え、実は私、修行の旅に出られ、その畑から化け物が出て。そりゃ大変だ。はい、お願いします。わかりました、すぐに向かいます。そうですね、私はここ。それじゃ行ってきます。アクション。天心庵さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったの？そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。大したことなさそうだな。この辺りだな。助けて。化け物め。どうぞ。やつは確か、よくも村を襲ってくれたな。悪は絶対許せない。正義の味方。決まった。正義の力を受けてみろ。成功。
ここはお前らのいていい場所じゃない。僕の村を天津飯さんの畑を荒らしたまよし、これで全部倒したな。 ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。当然のことをしたまでですよ。バケモンはどこだ。ランチさん。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやる。そんな危ないですよ。昔やめ、くしゅっ、しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村に、あの化け物が村。そういえばあの化け物を倒し、そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。あら、ここはどこかしら。ランチさん。まあ、美味しそうなお野菜です。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただき、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちはそれでは天津飯さんの畑からもっとお野菜。ええ、もちろんです。あと、あら、そうでしたわね。いやー、あんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。そこまで喜んでいただけるなら、天津飯さんのおいしいお野菜で作ったお料理、はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。いろいろとありがとうございます。そろそろブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。いるかな。おう、ごはんさん、いらっしゃい。ママに用事。そうなんだ。ブルマさん、いるかな。うん、いるよ。はい。へえ、出場するんだ、今度の天下一武道会。なんで？実はクラスメイトにミスターサタンの娘。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時格闘技世界ちゃん、その娘がクラスメイトなの。でも結構いい子なんですよ。でもその子に言って一緒に天下一武道会に。ドジね、そういうとこしっかりしてるようでも。で、何？声も。いや、そうじゃなくて、天下一武道会ではヘルメだから、このヘルメットのか。うんうん、要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものってことないじゃない。ご飯。お、なるほど、こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクス君、かっこいいだろう。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで言う。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が、あの時は大きな力の差があった。だが貴様が平和に浮かれている間も俺は。そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒。すごいや、お父さんとご飯さんが戦うの。ほらも出るぞ。お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット。そうだ、久しぶりだな、みんな。
今あの世から海王様通して話してんだけど、お元気でしたか？まあ元気といや元気だ、死んでるけど。本当に本当に天下一武道会に、うん、占いババに頼んでたった一日だけ戻れる日は、その日ご飯もベジータも出んだろ。やったー、誰バターイ。楽しみにしているぞ、覚悟しておけ。俺は随分腕を上げた。オラもだベジータ。じゃあみんな天下一武道会で会おうぜ。よかったわねごはんくん。早くお母さんやごてんくんや。はい、いいぞ、面白くなって。そうだ、ベジータさんも正体がバレないように。切るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕みんなに教えてきます。まずはクリリンさんのところだな。悟空も？本当かよ。悟空とはまた久しぶりじゃの。天下一武道会か。でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶対優勝できないしな。出場するべきです。5位まで賞金がもらえるらしい。どれぐらいの賞金が出るんだ？優勝が1000万ゼニーで、2位が500。出場しろクリリン、私も出る。そうだな。パパとママ何か出るの？そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。わーい、パパママ頑張ってね。よし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、ピッコロには教えんなよ。俺が5位までに入るから。いや、そういうわけには。そこでお前なんでそんなおかしなダサい格好。何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りました。じゃあな。クリリンさんには止められたけど、神様の神殿へ急ごう。カメハウスにいるといいけど。さんも出てくれるかな。デンデはどうだ。そうか、それは確かに面白そうだな。でしょ。よし、出てみるか。デンデはどうする？いや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメック星人じゃありません。ところでご飯、そのおかしな格好は言ってんな。やだな、ピッコロさんまで。わからん。それじゃ、僕そろそろ帰ります。ああ。それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたら、お母さん喜ぶだろうな。ゴテンは初めてお父さんを見ることになるのか。僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。悟空さんが天下一武道会のためにあの世から帰そうったらビッグニュース。なしよかったな御殿。参っただな、俺だけ年食っちまってよ。あの世じゃ年食わねえんだろ。あのお母さん、優勝すると1000万ゼニーもらえるんだけど。1000万ゼニー、出場しろごはんちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万。いやまだ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いや、天の恵みだべ。お父の財産も残り少なく。おてん、明日っからの修行。うん。
待たせたな、ゴテン。まずは首手から始めようか。うん。とりあえずスーパーサイヤ人になっておくかな。よっ。よし来い。兄ちゃんだけずるい。え？スーパーサイヤ人にか？ゴテン、お前それいつ頃から？忘れちゃった。信じられない。でもよし始めるか。そのためには学校休んでもっくり修行する。ゴテンがスーパーサイヤ人になれたのは。そういえば、もしかしてトランクス君もスーパーサイヤ人？うん、そうだよ。に、兄ちゃん、ま、まあ、いっか。本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。違うって言ってるでしょ。あ、よくここが分かったね。名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えて。あふーん。おめえお礼だとか言ってご飯ちゃんに。そんなことするわけないでしょ。いいだ。静かに修行。やった浮いた。すごいじゃないか。たった一日で受けるようになったなんて。そうかしら。さっき弟さんは自由。ゴテンはもともと木のコントロールがそこまでできればあとはどうってことないさ。また明日も来るわ。え？木のことをもっと知りたいわ。それとも私がいたら目は。いやそんなことはないけど。じゃあ明日ね。そういえば何よ。ピーテルさんのがもっと短くした方が。え？
ショートヘアの方がご飯くんの好み？え？いや好みとかじゃなくて、試合するんだったら。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。姉ちゃん、なんで怒ってたの？わからない。さ、昨日の続き始めましょう。やっぱりわからない。無理をするな、トランクス。部屋から出て行った方がいい。お前にこの150倍の…やっぱりこのままじゃ辛いや。何？楽ちん楽ちん。あいつ、いつから？冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人に、トランクス。はい。孫悟飯の弟もなれるのか。はい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ。まっ、やっぱりビーデルさんはただものではなく、10日ほどでかなり自由自在に飛べる。おかげで僕たちはやっと。お父さんもやってくる。天下一武道会の日は近い。天下一武道会も間近に迫り、修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が、とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはもっと楽しみだな。あれから僕も大きくなったし、驚くだろうな。お父さん、僕って気づかないかもな。髪を伸ばしたクリリンさんとかもね。お、盛り上がってるみたいだな。忘れ物はなかったっけ？大丈夫だ。さてと、いたいた。ご飯、遅かったじゃないか。すみません。ところで、すごい人ですね。ほんとね。ああ、鬱陶しい。ミスターサタンだ！ミスターサタンが着いたらしいぞ。ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。全世界のサタンファンの諸君、お待たせ。すごい人気なのね。
さん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さは。もう選手の控室に行ってるだべか。へへ、よほー。波乱の天下一武道会、魔導士バビディの暗躍。ソン、おい、結構変わっちまったかな、みんな。でも、元気だったか？悟空さん、よう帰ってきたの。ソン君、悟空、お父さん。ゴテン、お父さんだぞ。わあ、そっくりだと思ったらオラの子か。なんだゴテン、おめえ恥ずかしいのけ。ゴテンか、いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ、私たちはここまでね。みんな、ほどほどにね。はい、それじゃ、行ってきます。なあ、ゴテン、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね、行こう行こう。よし、ゴテン、あっちを見てみようぜ。出てるし面白そう。あ、ゴテン、見ろよ、いろんな屋台が出てるぜ。うん、母さんに何か買ってもらおうかな。そうだな、まずは一通り。うん、そう。あっちはな。待ってよ。やっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよな。兄ちゃんとベジータおじさんには勝てないけどね。まあ、大きくなったらこっちを見てみようぜ。やばい、ママたちが俺たちのこと探して。怒ってたら屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よし、迷子になってたことにしようぜ。僕が迷子になるの？しょうがないだろ、年上の俺が探してた方がそれっぽいし。もうずるいよ。やっと会えたな。うん、僕ちょっとトランクス。そんなこと言って、二人でその辺の屋台とか見て歩いて。え、どうして分かって。バカ、ゴテン言うなって。やっぱりそうだか、ゴテンちゃん。そうよ、トランクス、あんたも年上なんだから。ごめん。じゃ、そろそろ試合会場に行きましょうか。だな、これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべ。
ゴテンちゃん、いいだな。わかった。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン？なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選突破できて、ま、楽勝だったな。ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。何者だ、孫。わかんねえ。だが、オラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっち。あの二人芸は、大したことはなさそうだが。なんだあいつら。目つき悪いな。力。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果、ゼッタが1回戦の第6試合では悟空とベジータがいきなりぶつかる。そして1回戦が始まり、続いて第2試合はピッコロと。しかし、どうしてだ、こいつとはなぜか戦う。何者な。そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。すまない、危険する。え？あの危険って。そうだ。そうか、彼は元この星の神で。ではどんどん行きましょう。ビーデル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが。何でしょうか。まさか大海王様では。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は4人の海王様の頂点に立つ大海王様。さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッ。よせ。何も言うな。え？その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。
奴は自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎、もう十分頑張った。降参しろ、降参するんだビーデルさん。いやだ、絶対降参なんか。遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外。スポポビッチ選手の勝ちです。ビデルさん、ポポビッチ、許さないぞ、貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わっ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。頑張ってね、ごはんくん。続いて始まった第4試合、ごはんはキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。どうしてスーパーサイヤ人のことをそれに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ、こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ごはん！ピッコロさん、なんでピッコロ、なんかあるんか。何かはわからない。だがごはんさんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。
な、何？どういうことだ？わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、聞いたことあるぞ。海王様から。海王神、おめえが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つぁっ！すさまじいエネルギー。あいつだ。変身した！ご飯くんが、まさか、まさか。いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。はぁ、来た。ふっ、なんだ貴様ら。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです。まだ何もしないで。大丈夫、孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ、悟空。ほら、ついていくさ。あの海王神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ、俺も行こうかな。ふざけるな、カカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。チッ、行くぞ。ご飯のこと任して本当にいいんだな。大丈夫だ。孫ご飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい。やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえって、あんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい。地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを
一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。あ、私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん、危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん、わかった、行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に。長い間封じ込められていた魔人ブーを蘇らせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ、あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これですっきりしたわ。頑張ってね、ご飯くん。魔導士バビディってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ご飯くん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。バビディ、どんな…よし、急いでお父さんたちに追いつこう。